フランシスコ・ベリントン・バルボーサ・チリスボアは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。セアラー SC の下部組織出身。2014年に、イタピポカ・ EC で選手となった。ルーキーながら、カンピオナーとセアレンセで9試合1得点の、結果であった。この結果が良かったためセアラーで同年にカンピオナーと、ブラジレーロセリエ b で5試合に出場した。 2015年はセアラーでも17試合に出たが、カンピオナーとブラジレイロセリエ C の AD コンフィアンサに期限付き移籍した。2016年は、カンピオナーとブラジレイロセリエ B で5試合に出場し、EC のボアンブルコに期限付き移籍。2017年は同じくカンピオナーとブラジレイロ、セリエ C のクイアバ EC に期限付き移籍。2018年はセアラーがカンピオナーとブラジレイロ、 セリエ A に昇格したため、サンタクルス FC に期限付き移籍した。ブラジル国内では、カイリーグでの活躍しかできなかったものの、2019年1月に、メジャーリーグサッカーのコロンバスクルーに移籍、同月18日に発表された。同年7月11日に5万ドルの割り当て金で、オーランドシティ SC に移籍。2021年2月1日、AD コンフィアンサに移籍。 ありがとうございます。